はい、えー。質問いただいたので回答していきたいと思います。吉谷村長、どうも失礼いたしました。ギニュー特選隊、赤のやつさんです。赤のやつさん。<laughs> ありがとうございます。赤のやつさんですね。ちなみに、現在41歳です。緑谷さんの対談見ました。パンチ効いてます、緑のやつさん。新茶として。いや、緑のやつさんはね、今回良かったですね。いい切り口だったと思います。 さて、以前から吉谷さんに聞いてみたいことがありました。質問とまではいかないですが、ふと思った程度なんですけど、暇でしたら回答してほしいと思った次第ですと。すいません、あの、振りがな全部振っていただきまして。<laughs> まあ、暇じゃないですけど、回答します。<laughs> 吉谷さんは以前から高架下のラーメン屋のような一時でやっていきたい的なことをおっしゃっています。それは、いわゆるファンビジネス的な側面もありますよねと。一見よくわかるような感じだったんです。しかしながら僕なりに考えてみたところ、少しだけ腑に落ちないかも。 みたいな感じになりました。吉田さんはドリアカやその他の商品を売ることで吉田のマインドを教えるということを仕事にしていると思います。吉田のマインドはやれということですよね。つまり、やれてない人にやってもらうことが最大の目的だと思うんです。もう一度言いますと、やれてない人にやってもらうことが最大の目的だと思います。要するに変な言い方になりますが、吉田さんの仕事はやれない人が一人でもいなくなるようにしていくことでもあると思うんです。ということは、 それはなるべく吉谷さんを必要とする人を少なくしていく作業だと言います。そこで高架下のラーメン屋の話なんですが、高架下のラーメン屋の店主は美味しいラーメンを常連屋さんに食べてもらって長く通うとも目的になってくるでしょう。決しててこのラーメンをい,くいつか必要となく増えて 人が増ええますすようにとと願ってて商売しいいると考えづらいです何が言いたいかというと、吉谷さんの普段おっしゃっている常連さんに売り続けていくというパティ、えーン、高会社のラーメン屋はそれと根本的に違いがあるんじゃないかという考えもできるんじゃないかと思ったのです。これはどうでしょうかと。深掘ってもらってもよろしいでしょうかと。ちなみに YouTube メンバーシップで募集は来年ですが、得点はありますか で、計算しました。メンバーシップのみだと、390円かける12ヶ月、4680円、4680円かける20年 9,、9 3 6十9万3600円。吉田さんがあと20年メンバーシップを続ければ、1人当たり9万3600円です。100人だと936万、1000人だと9360万、金麦のみ1000 100人でライフタイムバリューが1億近くになりますね。そうですね。ライフタイムバリューも計算して。<laughs> まあ、これ簡単に言いときましょうか。来年の1月、一応募集します。得点はないです。 あの、390円得点つけるつもりはないです <laughs>。得点は僕と、僕と時間を共有できるという得点ですね <laughs>。はい。あの、なんだ、この前ライブやったんですけど、一般あの、来年から一般の裏メルマガでちょっとライブやろうかなと思ったんですけど、や,やらないことにしました <laughs>。もうライブはあ、時間、僕も時間ない,ないので、あの、年取ってね。 ただ、誰と時間を共有するのかに関しては、まあ、僕のファンの人と時間を共有した方が有意義だなと思って、来年もやりますし、えー、一般の,そのなんだライブっていうのはやらないです。ただ、例外があって、来年の1月か、吉谷神社っていうのを一応毎年やってるので、その吉谷神社は年に一回ちょっとやるかもしれないです。<laughs> それ一般でやるかもしれないです。吉谷神社はね。 1>, あの1年に1回ですから、それはやってもいいかなと思います。はい。これ、いい質問ですね。めちゃくちゃいい質問だと思います。はい。果したですね。多分ね、あれなんですよね。あのー、これは単純で、まあ,あ、のドリア化をね、えー、そろそろセールスするわけなんですけど、いい質問ですね。えっ、ー、とですね、これは、単純に、えー、っと、うん、なんだろうな。あの、ネットと、 そも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 、えー、ネット集客と高架下したの違いなんですよね要はあの確かにねまあリアルの高架下,下だとその集客って多分限界があると思うんですよ例えば北海道の人がこの新橋のね北海道の人が新橋まで来てここに来るってことはないじゃないですかだからネットって距離関係ないんですよ 距離もも関係ないし集客も一応無限ですよね無限というか、まあ、英語圏まで行け,けば70億人とかわかんないですけど <laughs>、まあ、とりあえず何千万とかそリーチできるわけじゃないですか。だから、まあ、その効下したの、リアルとネットの違いっていうのは、まずそこのベースがあるってこと,ところですね。集客の,その限界が 効果したののリアルつまり、あの、まあ、ドリームアカデミアね、こう、まあ、羽ばたいてくれと、やって羽ばたいてくれっていう話なんだけども、あの、まあ、僕は別に新規を集客しているので、まあ、羽ばたく人を量産すればいいだけなんですよ、単純に <laughs>。で、あの、羽ばたく前は、例えばね、まあ、うーん、 ギニュー特選で緑谷さんはちょっと例外なんですけど、あそこまでし、<laughs> あそこまでちょっと面白いんですけど <laughs>。要は、あの、なんだ、羽ばたく前までの人わかります要は、独立、自立する前までファンでいればいいって感じですかねわかります自立する前までファンでいてくれたらそれでいいかなっていう。別に自立して羽ばたいてしまったら、 また僕は新規でね、ファンを獲得すればいいだけの話なんで。そこがちょっと違いますね。だから、要は、羽ばたいたとしても、別に僕のビジネスは問題ないってことです。でも、この高架下のリアルだと、集客にやっぱ限界があるんですよ。てか、距離の限界ですね。先ほど言った通り、北海道の人が新橋の飲み屋に来るってことは無理ですよね。ね、毎回来るっていう。でも、あの、北海道であろうが、沖縄に住んでようが、僕の動画を見ることはできるんですよ。毎回。 分かりますでも,もう一度言いますね。リアルの、えー、高架下だと、北海道の人が毎回新橋に通うことはできないです。ただネットだと、えー、僕の動画を北海道の人だろうが、沖縄だろうが、海外に住んでようが、別に毎回見ることはできます。だからそこは圧倒的に違うところですね。だから僕の,その言ってるのは、ちょっとまあ、リアルとネットをちょっとこん一緒にかん、まあ、わかりやすくね、高架下って言ってるんですけど、そもそも前提条件が違うので、 だからまあ、うん、そこをちょっと、汲み取っていただけると助かるかなと思いますね。だから、羽ばたく人を量産したとしても、別に、まあ、僕の再生数でね、まあ、何千万とか何億ってまず無理だと思うんで、まあ、まあ、数百人羽ばたいたとしても、数百名集客できるんで。<laughs> だから、ファンになってくれて、で、まあ、買ってくれます。で、まあ、最終的にか行動ができるようになって、えー、稼げるようになりました。 あーで、まあ僕の商品買わなくなる、いいじゃないですか。うん、全然いいです。僕は新規のお客さんの、えー、集客して、また新規のファンを作ればいいだけなんで。ただ、先ほども言った通り、まあリアルとネットの違いは大きくそこにあるよっていうところですね。あとね、このレベゼン地球さんの話も良かったんですけど、このね、あの、ファンのために生きてないっていうね、この青白王子との対談なんですけど、ファンのために生きてないと、<laughs> もうそうだよなっていう。 なんだろうな。ファンビジネスなんだけども、ファンビジネスなんだけども、ファンのために生きてるわけじゃないんですよ。だからその、なんだろう、これちょっと難しいんですけど、うん、まあ、ファンのことは大切に思うし、ファンのことは、ね、だから、金麦研究所も実は裏話すると、やめようかなと思ったんですよ。まあ、売上的に微妙なんで。<laughs> だけど、その、やってほしいっていう人が一人二人いたんですね。続けてほしいと。なんで、 あのー、続けます、来年も。<laughs> ぶっちゃけもう売り上げから見ると、今の僕の数だと全然上がってないので、まあ、ちょっと考えました。うん。で、しかも、まあお酒を飲みながらね、こう別にその、うん、最初ね、なんかビジネス系の質問いっぱい来るかなと思ったら全然来なくて、もうプライベートのなんか、ただ飲んでるだけで、これでいいのかなっていうね、あのー、ちょっと疑問に思ったところがあるんですよ。そのコンテンツとして、コンテンツとして、 別にビジネスの質問もないしただ飲んでアーダコーダー言ってるだけでこれでコンテンツとして成り立ってんのかなみたいな <laughs> ちょっと疑問にも思ったし売り上げにもなってないしやめようかなと思ったんですけど続けてほしいとまあだから吉谷さんと時間を共有するっていうのが楽しいと思ってくれる人がまだ何名かいるっていうことでまあありがたいんで、まあ、続けますけどただうんじゃあそのファンのために生きてるかというとい生きてないですね うん、自分がやることを,をしっかりやっていくってことですよね。うん。だからその自分がやるべきことって何かっていうと、集客をして、教育をして、販売。僕がやることはこれです。僕がやる、僕、僕、僕がやること。はい。え、集客。これ、ドリアカでも言ってましたけど、集客、え、かける。 集客、教育、販売ですね。販売。販売。まあ、これを集客、教育、販売。えこれをひたすらやるだけです。で、その中で、あの、なんだ、あの、やってほしいので。うん。だから、まあ、あの、個別動画でね、その、いっぱい買ってくれる人には言ってるんですよ、結構。まあ、あの、ビジネス的には、ビジネス的には、 リピートしてくれるのはめちゃくちゃ嬉しいけど、やってくださいねっていう。で、やってくださいねって言ってるけど買ってくれるので、まあそれいいかなっていう。な <laughs> んだろうな。なんかその、ん。なんか鷲津さんもね、ちょいちょい買ってくれるんですよ。もう稼いでるんだけども。ただそれはなんだろうな。アップル信者でも別にそのパソコン使ってるけど、なんかちょっと例え話が悪いかな。なんかその、ん、買うじゃないですか。別に。 その、羽ばたいたとしてもね、なんだろうな。じゃあ、羽ばたいたとします。じゃあ、鳥さんと羽ばたきました。で、羽ばたいても、やっぱ、マイホームにちょっと戻ってきたいなっていう時あるじゃないですか。<laughs> どうすか。だから、僕はネット上で高架下の光を灯し続けるみたいな感じですね。光を24時間でひ、まあ、ずっと動画もアップし続けますし、なんか希望の光ですよね。ここになんか、昔の家あるよみたいな。 なんかそういう光をネット上にこの、なんだ、灯し続けるっていうのが大事なことかなっていう。やっぱネットビジネスって、やっぱ僕もそうなったんですけども、もう孤独でしかないんですよ。もう孤独。だからこれからもう対談動画もね、熟成さんで結果出た人は依頼して対談動画も撮りますし、僕もやり続けるし、光をこう照らし続けるっていう。うなんか目的、んー。 なんか目的は光を灯し続けるっていう感じですかね。やるやらないに関しては正直、まあやりましょうとは言いますけども、そのお客さんの意思は僕操れないので、わかります。じゃあ例えば本を売るじゃないですか。アマゾンで本を売ります。じゃあ本を売る人の目的って、まあ例えば7つの習慣ね。これ7つの習慣。多分7つの習慣ね。これまあ全世界にあの3000万部ぐらい売れてるわけじゃないですか。これ。 で、じゃあ、7つの週慣本出してる人もね、7つの週慣マスターしてほしいとは思ってますよね。だけど、じゃあ、この本を読んだ人に全員、その、なんだ、あのー、監視、監視してね、まあ、まあ、3000万人を管理するっていうのはむむ無理だと思うんですけど、今日、7つの週慣やりました。今日はどうですかやりました。7つの週慣やりました。どうですか別に、やらないですよね <laughs>。その気持ちはありますよ。気持ちはあるけども、 そこはねなんかそのフィルターがあるというか気持ちはあるけれども最終決定人生を自分の足で歩く歩かない飛ぶ飛ばないはお客さんの意思だよとだってお客さんの意思は僕の意思ではないのでうん な、だそういうメッセージも言います。だから最終的にやるのはあなたですよと。信じるか信じないかはあなた次第。あなたがやるかやらないかもあなた次第。だけどや、やった方がいいよねっていうメッセージは伝え続けるし、光。やるとどうなるのか。やった結果どうなったのかっていうところですね。だって、まあネットビジネスって、あれじゃないですか。やって稼げるんですかって話じゃないですか。本当に稼げるんですかみたいな。<laughs> まあこの熟成さんとの対談も結構もう、なんだ。結構増えましたけど。 あのー、そこなんですよ。やって本当に稼げますかいや、やったらこうなれたよっていう光があるとやりやすくないですか間違いなく <laughs>。光がないより光があった方がやりやすいじゃないですか。うん。で、僕も17年ネットビジネスやってますけど、やっぱりその情報発信してる人が光消えてくんですよ。ややらあの、発信しなくなるんで、結局、打ったら。うん。ある一定打ったらもう消えてくんですよ。はい。でそれもずっと見てきたんで、 うーん僕は消えないですね。もう高架下の明かりを灯し続けるっていうのが、うーん、目的ですかね。今の。<laughs> あの <laughs>、うん、光を灯し、希望の光を灯し続けるっていうのが、あ僕の役目かもしれないですね。うん、そう。まあ、これは非常にいい質問ですね。うん、そう。まあ、あとはまあ、なんだろうな。 あのー、さっきもちょっと言いましたけど羽ばたいたとしてもね羽ばたいたしとしてもなんか家里帰りしたい時あるじゃないですか <laughs>、ね、その時に光あの灯してないって帰る場所ないですよね鳥さんがねそういつでも帰ってこれるようにしとくそのファンになあのと鳥になって自立した人ですら マイホーム、ドリームアカデミアっていうところ、まだ、まだ塾長やってんだ、みたいなね。俺も昔ドリームアカデミア入って人生変わったの、まだ塾長やってんな、みたいな。塾長、なんか元気かなちょっと、ちょっとた声対談しようかなみたいな。<laughs> なんかそういう感じっすよね。うん。そう。もちろんね、家に、あの、実家に帰らない人たちもいると思いますけども、<laughs> ね。うん。あの、ずっと、 お親から巣立って親と一生会わないっていう人もいるかもしれないですけどまあ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 年末とかあったりとかねまあ今回コロナなんであれですけどもまあ10年に1回なり1年に1回なりなんか親に会ってみるとかねあるじゃないですかなんかでも親が死んだら会えないですよねどうすか親が死んだら会えないですよで僕は光を灯し続けるんでいつでもコンタクト取れるしうんいつでもなんかそのなんか対応できるしサポートもするしうんそんな感じですかねはい ということで、まあ、いろいろとお話しさせていただきましたけれども、まあ、めちゃめちゃ、これ、いい質問ですね。深掘り。はい、大丈夫ですかね今の回答で。はい。僕がやることは、もう、集客、教育、販売です。これです。はい。であとは、まあ、えー、目的というならば、光を灯す。で、やる、やらないに関しては、えー、お客さんの意思であると。ただ、お客さんの意思を変えることも僕の仕事だと思うんで、メッセージは伝え続けます。ただ、そこに依存しないということですね。 そこに依存しない。うん。そう。まあさ、依存しないというか、依存できないんですよ。うん。なんだ、お客さんの <laughs>、お客さんが、なんだ、行動するしないは無理じゃないですか。まあ、お客さんの大切な人をね、なんかその、人質にやって、なんか、その、行動しなかったら殺すぞみたいにやったらわかんないですけど、別にやんないし <laughs>。 どうすかなんかその,あのお客さんのね子供を誘拐して拉致して行動しなかったらこの子どもを殺すぞってそこまでやったらね医師はその操作できるかもしれないですけどやんないんで、うん、僕ができることはやりましょうっていうことをやればこうなるよっていうことを言い続けることそして気づいてもらうそこにハッとしてもらうそして一歩勇気を踏んでもらうっていうことですかねうん。 あとは自由にやってくれと。僕も自由に集客して、自由に教育して、自由に販売していくんでね <laughs>。そう。はい。な、ネットとこのリアルは違うよっていうところですよ。根本的に。本当に。本当に違います。だからこれがまかり通るってことです。まかり通ります。間違いなく。はい。だって限界がないんだもん、距離の。そう。だから僕のお客さんでマレーシアの人もいますけど、マレーシアに住んですよ。 マレーシアの人がこの新橋通えないですよね。新橋のビール飲めないですよ。マレーシアの人が。毎日。そう。でもマレーシアに住んでても僕の動画毎日見れるんですよ。うん。それがやっぱ違いますよね。うん。はい。な感じでございます。はい。ということでいただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。